エビキ二十一章。主はモーセに言われた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え、親族のうちの死人によって自分の身を怪我してはならない。ただし、近親の者、すなわち母や父、息子や娘、兄弟の場合は例外である。また、近親の結婚したことがない処女である姉妹の場合は、 彼女によって自分の身を汚してもよい。一族の中で主人が自分の身を汚し、自分を冒涜することになってはならない。頭を剃ってはならない。髭の両隅を切り落としてもいけない。体にいかなる傷もつけてはならない。彼らは自分の神に対して生でなければならない。また自分の神の名を汚してはならない。彼らは 主への食物の捧げ物、すなわち彼らの神のパンを捧げるからである。彼らは生でなければならない。彼らは陰行で汚れている女を妻としてはならない。また、夫から離縁された女を妻としてはならない。妻子は神に対して生だからである。あなたは彼を性別しなければならない。彼はあなたの神のパンを捧げるからである。 彼はあなたにとって生でなければならない。あなた方を性別する種である私が聖だからである。祭司の娘が陰行で身を汚すなら、その父を汚すことになる。その女は火で焼かれなければならない。兄弟たちのうち大祭司で頭に注ぎの油が注がれ、飲食されて装束をつけている者は、その髪の毛を乱したり、 その装束を引き裂いたりしてはならない。いかなる死人のところにも入っていってはならない。自分の父のためにも、母のためにも、自分の身を怪我してはならない。聖女から出て行って、神の聖女を犯してはならない。神の注ぎの油による気象を身につけているからである。私は主である。彼は諸女である女を妻としなければならない。やもめ、 離縁された女、あるいは陰口で汚れている女、これらを妻としてはならない。彼はただ、自分の民の中から、処女を妻としなければならない。一族のうちで子孫を汚すことのないようにするためである。私は彼を性別する主だからである。主はモーセにこう告げられた。アロンに告げよ、あなたの世々の子孫のうち、 身に血管のある者は誰も神のパンを捧げるために近づいてはならない。誰でも身に血管のある者は近づいてはならない。目の見えないもの、足のなえたもの、あるいは手足が短すぎたり長すぎたりしているもの、足や手の折れたもの、背の曲がったもの、背の極めて低いもの、目に濁りのあるもの、湿疹のあるもの、 かさぶたのあるもの、抗眼の潰れたものなどである。妻子アロンの子孫のうち、身に欠陥のあるものは誰も主への食物の捧げ物を捧げようと近寄ってはならない。彼の身には欠陥があるから、神のパンを捧げるために近寄ってはならない。しかし神のパンは、最も聖なるものであっても、聖なるものであっても食べることが許される。 ただし、垂れ幕のところに行ってはならない。祭壇に近寄ってはならない。身に欠陥があるからである。彼は私の聖女を汚してはならない。私がそれらを性別する主だからである。モーセはこのことをアロンとその子らとすべてのイスラエルの子らに告げた。